おはようございます。星野瑠璃です。2023年中山記念の予想ということで、今年もかなり豪華なメンバーが集まって G1 馬が3頭出走してきました。まずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、中山金杯3着以内の馬。近年は中山金杯で好走した馬が中山記念でも好走しています。目標を先に見据えている G1 馬が出走することが多いので、使っていて順調さがある馬が好走することが多いので、中山金杯組が好走できるんじゃないかなと思います。過去10年で該当馬は7頭が出走していて、5頭が馬券に絡んでいます。馬券に絡めなかった2頭も4着と好走してますので、中山金杯で好走した馬は必ず買っておいた方が良さそうです。今年出走する中山金杯3着以内の馬は1着だったラーグルフとなっております。続いてデータその2、 G1 馬。おそらく G1 以外のレースでは一番 G1 馬が出走してくるレースが中山記念だと思います。過去5年でも19頭が出走してきています。この2年は出走頭数が少なかったんですが、今年は3頭出走してきました。過去10年で見てみると11頭が馬券に絡んでいますので、 G1 馬は無視できません。ポイントとしては、出走頭数が一気に増えた6年前から中山記念を一度も勝てていないという点です。過去6年で18頭も出走しているのに2着3着止まりとなっています。今年出走する G1 馬はダノンザキット、シュネルマイスター、スタニングローズの3頭となっています。続いてデータその3、1着馬。過去10年の1着馬の一覧がこちらになっています。色がついている馬は G1 未勝利馬になります。過去10年中7年は G1 未勝利の馬が勝っているんですが、人気薄が来ているというわけではありません。そもそも中山記念は上位人気が割れることが多く、6番人気でも単勝オッズが10倍を切ることがあります。そんな中で1着は全部5番人気以内の馬で、9頭が3番人気以内だったので、軸候補は上位人気になる馬にした方がいいです。2019年のウィンブライトは5番人気でしたが、 G1 馬が5頭出走した中での5番人気で、 G1 未勝利の馬の中では最上位人気でした。なので G1 未勝利の3番人気以内の馬を狙えばいいということになります。今年の出走馬で上位人気になりそうな G1 未勝利馬はイルーシブパンサーとソーバリアントの2頭となりそうです。はい、ここからはまとめに入りたいと思います。今週から始まる中山は A コースを使用されますが、1月開催は C コースを使用しているので、3ヶ月近く利用していない A コースはかなり馬場状態がいいです。なのでこの開催は内枠の馬や逃げ先行馬が活躍するケースが多くなっていて、中山記念も先行馬が粘って穴を開けるケースが多いレースになっています。
今年は先行馬がかなり多く、スタートしてからの位置取りでかなり着順が左右されそうです。ということで、そんなことを踏まえながら私の本命は6番のソーバリアントにしたいと思います。デビュー当初は出遅れるし引っかかるしで、まあ、大変な馬だったんですが、今は出遅れることがなくなったどころか、かなりスタートが早いので取りたい位置を簡単に取ることができます。去年のオールカマーは骨折の休養明けで、さらにレース中に心房細動を発症してしまい、次のチャレンジカップはそこも考慮しての調整で楽勝しました。今回の調教はそういった心配をせずに調節してきていて、1週前のウッドチップ6ハロン 79.1 秒というのはダントツの自己ベストタイムでした。今週の追い切りは先週よりは軽いとはいえ、ラスト1ハロン 11.2 秒で抜群の動きをしているので、調子は絶好調と言っても良さそうです。今回初めての 1800m となりますが、たまに行きたがるような面を見せていることからも 1800m の方が強い競馬をしてくれるんじゃないかなと思っております。血統的にもお兄さんにはソーグリッタリングがいて、お姉さんがマジックキャッスルですので、2頭ともマイルと 1800m の重賞で活躍していましたので、距離短縮がマイナスになるわけはありません。3歳の時の弥生賞で今回も出走してくるシュネルマイスターダノンザキットに負けているんですが、そのレースは 1000m の通過タイムが 62.6 秒という超スローペースで、道中の位置取りがそのまま着順になっただけのレースで、直線で突き放されたわけでもなかったので、先行できるようになった今回は簡単に逆転できると思います。中山でも勝っていますし、阪神内回りの重賞を2勝しているので、中山 1800m も全く問題はありません。中山 1800m はスタートしてすぐ坂がありますが、阪神 2000m もスタートしてすぐに坂があるので、前走が似たようなコースだったというのもプラス材料です。以下は1番のダノンザキット、3番のイルーシブパンサー、4番のドーブネ、5番のシュネルマイスター、9番の湘南マグマ、11番のヒシイグアス、12番のスタニングローズ、13番のラーグルフまで。ということで、買い目なんですが、3連複で2列目に12番のスタニングローズと13番のラーグルフにします。外枠ということで人気が落ちそうなんですが、スタニングローズは中山の高野厩舎で、ラーグルフは中山金牌の勝ち馬ということで、データを重視した買い方にしたいと思います。なので3連複のフォーメーションで、1列目が6番、2列目に12、13、3列目が1、3、4、5、9、11、12、13という13点、このあたりを資金配分して購入しようかなと思っております。また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減やオッズなどを見て、勝負の買い目を変更するということや買い足すということがありましたら、ツイッターの方に記載したいと思います。私のツイッターの ID は概要欄に貼り付けておきますので、よろしければフォローしてみてください。あと1月に行った韓国チェジュ島の動画が2本上がりましたので、そちらもお時間ある時に楽しいので見てみてください。じゃあ2023年中山記念の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。